障害者患者救助の会、合わせて小全教で活動しています家平といいます。戦争は戦争ほど障害者の人権を踏みにじる行為はありません。私たちの救助の会にも戦争中非国民米食い虫と迫害され続けた仲間がいます。そんな戦争の反省と反省の上に立って普遍の誓い、国民主権、人権を守る憲法ができたことを私たちは決して忘れません。この憲法、障害者の権利保障の土台となるよう命を吹き込んできたのが障害者運動でした。その成果が一昨年2014年の障害者権利条約の批准であり、社会の障壁を取り除き障害者差別をなくすことは国の責任であることが国際的な約束となりました。しかし今この憲法権利条約を破壊する動きがあります。安倍政権の社会保障改革は国の責任を個人や家族、市民に押し付けるものであり、福祉を金儲けの道具にするものです。これは福祉にも格差を持ち込み、無差別平等が原則である社会福祉を変質させています。障害者運動が長年訴えてきたことは、家族に依存した福祉制度からの脱却であり、安倍政権が推し進める改悪とは相入れません。この夏の選挙は憲法改正が大きな争点です。私たち障害者患者救助の会は戦争が命を奪い大量の障害者を生み出すこと、戦争と福祉は両立しないことを声を大にして訴えます。安倍首相が目指す憲法改悪は立憲主義平和憲法の破壊にとどまらず、福祉を秩序に変え、家族は互いに助け合わなければならないことを強制するといった憲法25条の全面否定です。国民を国家に従わせ、貢献させるための憲法大改悪を断じて許さないという声を皆さんと共に大きく広げることを決意して、発言を終わります。共に頑張りましょう。